鴨町は京都府相良郡にあった町である。2007年3月12日、山城町、木津町と合併し、木津川市となった。ただし、合併後も鴨町は市内の町名として残っている。奈良時代の一時期、都が置かれたという歴史があり、多数の史跡、文化財を有する。日本最初の流通貨幣、和道海賃が作られた地でもある。 文化が香る暮らし良い町を町の標語に掲げていた。特産品は壁紙、襖紙、茶、椎茸。木津川河川山上平年間の辞書和名類受賞に相良郡七号の一つ、鴨号として現れる。その名は鴨の市の居住地であったことから。鴨の寺に改められたのは江戸中期の聖徳年間に大洪水が起こり、 その復興の際であったことが常年寺の重物記録に見える。中世には、東大寺、幸福寺の荘園となり、江戸時代にはうさぎ並み、里、大野、高田、北、観音寺の六花村の広域地名として鴨里の名が確認でき、いずれも遺説半量であった。江戸期は、木津川の水運が発達し、伊賀街道としがらき街道の交差する交通の要衝として栄えた。 明治22年の町村政志向により旧村、合併し、鴨村が発足。奈良県の県庁、奈良市に隣接していることから大きな影響を受けている。一般国道、角川日本地名大辞典26京都府。ありがとうございます。